ソニーグループ株式会社は、東京都港区に本社を置く、電気メーカーを中心とする日本の多国籍コングロマリット。世界主位の CMOS イメージセンサなどのハードウェア分野を、はじめ、映画、音楽などのソフトウェア分野、及びハードソフトサービスを横断する、家庭用ゲーム機分野に重点を置いている。日経平均株価及びトピックスコア30の構成銘柄の一つ。 創業以来、本社機能とエレクトロニクス事業を一社で担当し、参加にコンテンツ事業などが収まる構造だったが、2015年以降エレクトロニクス事業は事業ごとの分社化が進められ、2020年にはソニーエレクトロニクスに残りのエレクトロニクス事業が分社化された。2021年にはさらにエレクトロニクス事業をソニーに移管し、初代ソニーは ソニーグループ株式会社に称号を変更した。エレクトロニクスをはじめ、ゲーム、エンターテインメント、金融など、様々な分野の企業を包括する。東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場しており、それぞれの業種分類上は、電気機器、一般消費財を手掛ける企業であるが、実際の事業内容を一様に定義することは、困難と言える。 創業期からしばらくの間はメカトロニクスや磁気や無線に関する電気製品を中心に手掛ける製造業の企業であり代表的とされる製品としてもテープレコーダーやトランジスタラジオといった日本発の製品やウォークマンやハンディカムなど非常に小型化され取り回しやすい製品が挙げられるが創業者である森田や幹部や社員による企画の推進によって 次第に他業種に参入、多様化していった。などが挙げられ、いずれも2020年現在の事業の柱とされているものである。また、当社を筆頭に構成されるソニーグループの子会社群を通じ、銀行業、生命保険業、損害保険業、不動産業、放送業、出版業、アニメーション制作事業、芸能マネージメント事業、介護事業、教育事業、 電気通信事業、キャラクターのライセンス事業なども手掛ける。かつては、科学工業、小売業、電池、パソコン、計測器、白物家電、化粧品、飲食店、旅行業なども手掛けていた。その他、日本の教育機関である、小北短期大学や、同じく日本の公益財団法人であるソニー、教育財団とソニー音楽財団の設立にも関わっている。 教育に関しては、イブカの移行による。2019年度末の連結市会社は1490社、持ち分法的要会社は140社となっている。ソニーグループの外略図ほかほかカリフォルニア州産マテオにある、シェン本社。ありがとうございます。